はい、こんにちは。はじめまして。新人 VTuber の親方です。私はね、親方ちゃんと書いてね、福山雅治と言います。違うか。冗談をさておきましてね、私はね、おっさんなのでね、こういうね、親父ギャグもね、時折入れていきたいと思います。私はね、なんでこの VTuber になろうと思ったかと言いますとね、可愛い女の子の VTuber さんだったり、イケメンの男の子の VTuber さんだったりを見てね、すごくね、楽しそうにやってるのいいなと思ってね、よし、これは私もね、やってみようと思ってね、やってみることにしました。でね、私はね、どんなことをやっていきたいかなと思った時にね、まだね、決めてはないんですけど、まあ、皆さんからのね、メッセージなどをいただいてね、それを読んでみたりだとか、ご質問やね、ご相談、まあ、いずれはね、電話でね、お話、電話相談みたいなね、こともやってね、行きたいなと考えております。そうですね、私もね、一応インスタグラマーとね、ツイッターをね、開設はしたんですけどね、まあ、一応アカウントを取ったぐらいで、特にまだ動いてはないんですけどね、あと TikTok のアカウントも作ってみました。ですのでね、インスタグラマーの方にね、ダイレクトメッセージをね、いただいてね、そこにご質問やね、ご意見などをね、お寄せいただけたらなぁと思っております。で、その際ですね、私も勝手ながらね、英語がね、苦手でしてね、小文字の D と B もね、区別がつかないほどなんでね、お恥ずかしい話なんですが、なるべくね、カタカナでね、書いていただけるとね、ありがたいなと思っております。私のね、隣にいる相方のね、名前はね、こちらね、一文字で目と言います。ミニチュアダックスなんですけどね、こいつももう今のところはね、尻尾を振っているだけですけど、目と呼んでやって、可愛がっていただければなと思います。私はね、ポテトチップスとね、コーラがね、大好きでしてね、いつもね、脇に置いてね、食べたり飲んだりね、する時もあると思いますけどね、そこら辺はね、ご了承いただければなと思っております。まあ、この番組はね、タイトルなんですけどね、明日やろうはバカ野郎チャンネルとね、付けさせていただきました。私はね、この言葉が好きでね、この言葉のようにね、今度やろう、いつかやろう、バカ野郎じゃなくね、今日できることは今日やるみたいなね、ことを心がけてね、やっていきたいなって思っております。ではね、皆さんとね、一緒にね、楽しいチャンネルにね、していきたいと思ってますので、皆様一つよろしくお願いいたします。それではね、今日のところはね、終わりにしたいと思います。ヘルメットをよし、安全帯よし、足元よし、ではまたお会いしましょう。バイ。